バイク女子チャンネル。皆さんこんにちは、パルパルです。今回のバイク女子チャンネルは北海道ツーリング2020、小雨と寒さの中えりも岬まで向かいます。着いたえりもはなんと霧だらけもう前が全然見えませんでした。最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではスタート。はい、8日目です。8日目だよね。北海道に来てフェリー入れたらな、9日目。いよいよ僧侶の気分になってまいりました修行僧の気分です。おお、エンジンが冷えてるからクラッチがまだあんまり、おお、言うことを聞かない。おおおお、バイバイシホロー。私があのなぜかふるさと納税をした町シホロです。いやー、今日も涼しくて走りやすい、すごく嬉しい。あー、気持ちいい。あ、今日なんかネットのシールドの掃除具合が甘いななんか蒸し汁が結構ついてる感じがするな。月曜日だからか、全然月曜日、火曜日、平日だからか全然人がいませんすごいな、人がいないな。東京なんてこんな、今朝の10時半ぐらいなんですけど、東京なんてこの時間もう人だらけで大変だよ。道路なんて大混雑なのに、このゆったり感いいですね、北海道らしい。で、今日はちょっと今から私あのラーメンは食べられないんですけど、で、そば、とわりそばなら食べれるので、あのちょっととわりそばのところに行ってみようかなと思うんですが、11時からってことなんだけど、電話かけたんだけど出ないから今日やってるのかわからないとりあえず行ってみて、食いっぱぐれないといいなみたいな、ちょっと行き当たりばったり感ありますが行ってます。ちなみにさ、とわりそばってさ言うのかさ、10割っていう人と両方いるけどさ、あれって正しい言い方はあるのかしら。いやー、ほんと素晴らしい。この今日ね、まあ青空ではないんですけど、非常に走りやすい涼しさです。この白い花は何なんだろう、いっぱい咲いてるんだよね、道端に白い花。こんだけ今日ちょっと曇りなんだったら、昨日あの高原、内帯高原に行っといてほんと良かったなと思う。あー、気持ちがいいよ。このさ、トラクターとかいっぱい走るからさ、結構さ、道路のど真ん中にさ、土がさ、ひょろひょろ落ちてたりするんだよね。今さ、帯広の方に向かってるんだけどさ、なんかめっちゃ何かが出てきそうな林感なんだけど、なんか全然この辺さ、鹿注意とかさ、熊注意とか書いてないんだよね。なんか出てこないところがあるってことなのかな、北海道でも。なんかそろそろ街みたいな感じになってきましたけど、これは帯広なのかな。でも向こう帯広って書いてあったから違うのかな。何これ、何これ、おじいちゃん、ちょっと待って、これは帯広、帯広っぽいよね。だってなんかお店いっぱいあるもんね。初めて来たな。すごい、めっちゃジンギスカン自慢って書いてある。美味しいんだろうな、なんかどこで買っても美味しいんだろうな、すごい食べたい。なんかいいよね、キャンプとかしてしたらさ、こういうさ地元のさお肉屋さんとかでさお肉を買って、でそれで自分で焼いて食べるっていうさ、最高じゃん。キャンパー最強説、お金かからないし美味しいし、最高以外言うことがない。すごい、パチンコ屋さんめっちゃ混んでるな。すごい大量の車なんだけど、まだ朝ですよ。しかも今日平日なんだけど、今日北海道の人休みなのかな、帯広市民の人かなのかな。家の真横にめっちゃ鉄塔あるけど、あれはなんだ、なんかまた豪勢な建物が出てきたけど、あれ美術館とか、何これ、ホテル、何これ、
何これ、何も看板がない。あ、これかザ、なんとかなんとか全部なんとかやみたいなあ、お蕎麦食べられるといいな。あと12キロ。さて、あと3分4分ぐらいなんですけど、これはやってるといいな。お蕎麦食べたいな。なんかもうお腹空いてきた感じするし、めっちゃのどか。このさ、麦がさ黄色くなってるんだよね、この辺は。でも富良野とかはまだ黄色くなってなかったと思うんだけど、なんか地域差があるのかな。これは黄色いバスだ、かわいい。動物霊園なんてこんなところにあるんだね。牛とか違うか、猫とか犬用なのかな。こんなところになんかお蕎麦屋さんがあると思えないんだけどあるのかな。なんかポツンポツンって家があるだけだよ。あと 1.8 キロです。ちょっと見逃さないようにしないとな。 1. 何キロがなかなかつかないな楽しみにすぎてなかなかつかないっていうやつ。この辺は大正っていうんだね、場所が、名前が。ほらすごい麦がこの辺は黄色でラン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 になってる。黄色の麦といえばナウシカなんだよ、イメージが。カプチキのヤンデラベベベベベ。あー、ここはもうそろそろだ、街みたいになってきた。ってことはこの辺にあるんだな。結構ここの辺にもこれ北連セルフあるから、帯広とかこの周りに来る人にはいいね。さあ、あと 400m です。目的地、目的地あと 200m。 あそこだ、あそこだ。あ、のれんが出ているということは、これはやっているのではござらんか。よいしょ、よっしゃ、やっていた、やってたぜ、嬉しい。よいしょ。起こせたけど鍵をつけてない。なんかさ、これあるあるだよね。起こしたけど、あれ、ハンドルが曲がらんみたいな あ、ついてますよ、こっちだよ。あ、そう、片方だけついて、そう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 。ごちそうさまでした。なんかおじちゃんがすごい気さくな、いいおじちゃんでした。なんか通りなんだけど、つなぎでほんの1キロに 30g ぐらい小麦粉が入ってるらしくて、まあ薬は一応飲んでるんだけど、危ないからちょっとにして起きないよみたいな感じで、なんかおじちゃんが釣ったスジコの、サクラマスのスジコの乗った丼をいただきました。そばはね、田舎そばで、私は好きなタイプ、なんかちょっとボソボソしてるやつですね、太めで。私は結構好きなタイプのそばだから全部食べたかったな。でも半分くらいしか食べられなかった。わー、この左の紫のお花なんだろう、これ多分これ野菜のね、花なんだよな。右は麦畑左は紫のなんか野菜の花。あー、なんか喉がちょっと痒い気がするんだけど大丈夫か。一応薬はまた追加で飲んだんですけど、やっぱダメなのかな、まだ小麦粉。そばもアレルギー出てきたのかな、まさか。そんなことないよね。もう小麦もそばもアレルギー出てきちゃったら大変なんですけど食べるものがないんですけど、私どうしたらいいんですかあ、空港あるんだね、ここは。トカチ帯広空港。なんかさ、あれだよね、空港ってさ、違う、電車じゃないよ、空港は飛行機。なんかさ、あれだよね、空港の近くにさ、レンタルバイク屋さんあったよね、確か。今度それでやってみてもいいかなっていう気もするんだけどな。やっぱ自分のやつで着たいなっていうのはあるんだよな。とね、写真撮ったりするからさ、やっぱさ、せっか
っかくの相棒との思い出みたいな感じがさ、ちょっとねするっていうか。あー寒い、今日は寒いな。今日はウルトラライトダウンの登場をする日かもしれん。なんかこの先の道の駅にさ温泉があるらしいんだけど、温泉入っていこうかな。今ちょっと雨が降ってきましたね、なんかポツポツと。この辺ね、ちょうど雨雲がかかるっていう予報もあったから、どうなんだろう、どのぐらい降るのかな。インスタ360もあるし、防水じゃないから速攻水没しちゃうよ。このさ、グローブつけてるとさ、降ってるかどうかこうやって確認できないっていうのがさ、やっぱこれはちょっと降ってきたかな。ちょっとインスタ360撮ろう。ちょっと降ってきた気がする。パラパラ降ってるね。荷物にもカバーかけなきゃ。カバーこの中にもね、いろいろなんかガジェット類が入ってるからさ、濡れちゃうとちょっと困ってしまうのですよ。困ってしまうのです。これシマリスくんね、私ね、ボノボノが大好きでね。ボノボノがあのね、あの曲がいいんですよ、曲。ボノボノの、ほんとみんな聞いてほしいんだけど。毎日がとてもつまらなくて、ペペペペペ、いつだって負けそうになるの。ペペペペペ、恋をしていても、よいしょ、遊んでてもペペペペペ、なんだか先が見えないよ。目も、お、馬がいた、いっぱい。おお、馬乗りたい。目を開いた